がします。はい、はい、第279回目の生アットマーク広島アクティブリングでございます。今日はそれぐらいのペースで喋るんですかね。はい、そうですね。でないと1時間持たないかもしれない。我々2人ですからね。どんなおじいさんの会話みたいになっちゃって今日は久美さんがね、お休みという野外活動とか言ってキャンプとか言ってますよ、この時期に。この時期にね軍隊かってね寒いだろうと思いながらねなんかでも星空を見るとか言ってましたからこの時期がいいんじゃないですか。まあ、雨がねちらほら降ってましたが、星空が、ね、見れたらいいですよね。そうですね、はい、そんなわけでございましてですね始まりましたけども、今日来る時にいろいろですね僕も考えながら実は来てたんですよ、はい、こう見えてもこう見えて も, こう見えてもで僕はもともと個人でやってたユーストリームで書き立つの世界っていうのが実は あったんですよ。もう過去形ですね、完璧に。最近配信を見たことがないですね。というのがですね、ちょうど1年なんです。やめてというか中断しますと言って1年なんですよ。もうそんななるんですね。もう1年なんですよ。なのでね、それは中断じゃないだろうというぐらい長いことやってないんですけどもね。なるほど。考えてみれば、その頃はあの某食べ飲みんさいをやってましたしね、1週間のうちに、3回も4回もユーストリームをやってたかなと今来ながらですね思い出してたんですけどもねいやー、今日はねサザエさんのコーナーもまた考えてきておりますんで、はい、お楽しみにしていただきたいと思うんですが、ここに今実はピーって書いてます。ピーって何がピーなんやっていうとですね、さっきマイクテストするときにですね、普通ならねあーあーとかねマイクチェックマイクチェックって言うんですけど僕の場合ピーピーピーとか言ってたもんですからねピーとか書かせていただきましただいぶ暖かくなってきましたか。そうでもないですか。まだ寒いですか。まあ、これを聞いてらっしゃる方のね地域によってまた違うんでしょうけどね。あ、確かに、はい、ワールドワイルドですから、ね、ワールドワイルドですから、はいはい、オーストラリアの人とか暑いぜって言ってるだろうしまあどっちかというと、まあ、暑いのは暑いのでまあね辛いのはありますけどまあ寒いよりは暑い方がいいのかなという感覚では僕ありますけどね。やっぱり夏に冬がいいなと思うことはあんまりないですからね僕の場合はね。冬はまあ夏の方がええなと思うことはあっても夏に冬の方がええなと、まあスキーとかもっとスノースポーツを僕がやってればまた違うのかもしれませんけどね、はいはい、ワクワクしながら冬を迎えるのかもしれませんけど、はい、かといって夏にじゃあ何かやってるかって夏も何もしてないんですけどね今日何か、はい、考えてますか。何で遊びましょうか。何にしましょうかね。ドラえもんグッズも持ってきてませんしね。そうですね今日はね全くノーアイディアですよ。書き立つの世界に乗っ取っちゃいましたから。でもジャンキングでしか持ってきてないですけどねそうですね。あれ1時間やってたんですかね。いや、あのね、1年前の中断直前までは、30分ですね。30分やってましたね、うん、はい、夜8時から8時半までです。そうです、そうです、30分やってました。最初は結構伸びてなかったですか。いや、時間がですか。はい、でもついだま初開示さんに気を使ってそれまでにはやめるみたいな。ああ、いや、そうでもなかったですよそうでもなかったですか、はいはい、ついだま初開示とコラボってのありましたからねそうですね、ありましたねカメラを2つ使ってねやったりとかやりましたけど、最初はあれは10分だけの番組だったので10分だけど毎日やりますよって言って、ね、いつやる、はいはいはい、何時に始まるか分からんけど、ね、はい、毎日10分やりますよっていうところのスタートだったんですよね、うん、ですから朝午前中やったり、昼間やったり夜やったりと、で1日8回ぐらいやったことがありますしね
かきたつの世界なるほど1日だけで8回やった日もありましたし10分間だけ8回やった時80分やっとるじゃないか、ね、みんなに言われてましたもんね、はい、お願いだから1回は曜日と時間を決めてやってくれって見れないからでもね、もともとはですよ、あれは一番最初に、まあ、テスト配信ということでまだ本配信をする前に、はい、ユーストリームってどうやって使うんだろうと思いながら実はやったのが夜中の3時半にやったんですよ、はい、結局誰も起きてないだろうという時間帯にこそ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 こっそりやろうと思ったらですね、はい、その時に20数人見てましてですねおいおいとで実際本配信始めて5人ぐらいしか見てないですね何だったんだあれはという何だったんでしょうね、うん、まあ、あのユーストのトップページにもポンって出されたんじゃないですかね時々ありますよね、ありますね、ありますね、ユーストのトップページに今ライブの番組ってポンって出たら、はいはいはい、なんか一気にアクセス増えてるとかねでもあの頃はねやっぱり毎日やってたんで毎日やってるんだけどある程度そのちょっと企画を練ってやりたいなと思ってたので、はいはい、最終的には今日は誰にも見られずに配信に挑戦とかねまさかこんな5人以上見たら終わるよとかねなるほどやばい4人来ちゃったとか言いながらそろそろ誰か落ちろってそんなこともやってましたね今でも毎日やれたらやっぱりなかなかきついな10分とはいえまああの1年前に中断するきっかけになった一つの理由としましてですね、はい、カメラが壊れた時のそうかなんかそういう話題ありましたよね、はい、カメラが壊れたまま1ヶ月ぐらい伸ばしてましたけどね音声だけでそうプロ野球チップスがなくなったからではなかったんですね、ないですね確かにね冬のシーズンは辛かったんですよね。ですよねブラックチップスがなかった時期っていうのはね盛り上げにかけてねJ リーグのチップスもあるんですけどね、サッカーの好きな方はそれもいいんでしょうけど、まあね、あまりサッカーに興味がない方はですねなんじゃらほみたいな感じのやっぱりどっちかって言ったらもうね全然違いますもんね。そうそうそう。あれもルールがだんだんいろんなルールができてしまいましてねプロ野球チップスもね。2枚入ってるんですね1袋に、うん、1袋にカードが2枚入ってて、はいはい、で当初は、セ・リーグ側がその袋の内側に入っててパ・リーグ側が外側に入ってたんですよ。だからセ・リーグの選手で最後抜きたい時は後から抜くという技ができたんです。なるほど。パ・リーグから抜いてセ・リーグへという、はいはいはい、それがですね2013年からぐちゃぐちゃになったんですぐちゃぐちゃになったどころか、うん、それまでは必ずセリーグセパ入ってたのがそれもなくなったなくなったんですよ。パリーグ2枚かもしれない。そうあれは ねちょっとね番組妨害ですよねそうね仕込みもなかったしねちゃんとその場で風切ってますもんね。そうあれ某局とかだったらねもう最初からこう仕込んどいてねもうあたかも風切ったかのようにつなぎでね絵をかませばなんとかなるんですけどね。そうですね、はい、もうガチでやってましたからねあれはねちょっともう営業番組妨害ですよ。パリーグ2枚出てくるとねちょっと盛り上がりがないですね。カープの選手が出てくればという喜びがある中でね1枚目パ・リーグ出てきたら女子2枚目セ・リーグだと思ったら2枚目パ・リーグだった時にはあれやと思っていう感じがしましたけどね。なるほど いやこれがね面白いんですよ。黙るとね注目を浴びるんですね、うん、これはそうなんです。実際セミナーとかやってても例えば眠そうにしてるとかいる人がいるとするじゃないですか。で一瞬黙るとねみんなこっち向くんです。確かにね。たら始めるんです。今ちょっとそれをね試してみました。なるほど。スタッフにあえて無音を作るというどうしたんだろうって絶対こっち向くだろうなと思って確かに今でも早かったですよ割とリアクションが。そうでしたね、はい、もうちょっと待つかなって。そうです ねじゃあ時々またやりましょう、
まあでもこの番組には別に放送事故とかもないんでね、もうずっとサイレントっていうのもあるじゃないですか。じゃあ P はないんですね。いや、そっちの事故はあるんじゃないですか。その発言に関しての事故はあるけど、無音の事故は特に言われないんじゃないですか。あ、なるほど、はい、だからもう2人とも口だけ開けて、あ、そうか。すみません。でずっとやっててもいいんですよ。なるほどね、なるほどなるほど。そうかそうか。最後には体も固まったりとかして、あれ こんなビビってみるとか。すいません、変な映像が流れました。あ、本当だ。なんか今今カメラ側のトラブルだった。そうなんだよ。あれ僕 CM かと思って、ここだけ流れてるのかと思ったら全体的に流れてたんだね。あ、そうなんじゃ。復習されました。今のは放送事故です。スタッフに復習されました。お前ら真面目にやれと。いや、これはまた一本取られた。ふざけんじゃないと。お前ら真面目にやれと。クミさんがおらんのいいことに。そう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 。今は大丈夫です。はい、はい、大丈夫ですね。はい、じゃあまた黙ってみようか。例のドラマの裏話とかしたらまだまずいんですか。え、例のっていうのはどれですか。日曜日9時。ああ、いいですよ、いいですよ。もうあれは僕の出番は多分もうない、もうないんですか、ね、ないと思います。違う役で出ることもないでしょうからね、はいはいはい、もう基本的に広島ロケは終わってるんですか、あれで。回想シーンで出てきたりするだけなんですかね。ちょっともう減るでしょうね、最初の 1,2,3 話ぐらいに比べると減ると思いますね。なるほど。あれ話してませんでしたっけ、これは前回でしたっけ。そう、だいぶ前にね。だいぶ前にこんなんあるよっていうのは見せてもらってた。ただどんな役だとか、あ、そうかそうか、なかったような気がしますよね。1月のちょうど1ヶ月前から始まってるんですよね。今だから第5話ぐらいまでいってるんですかね、うん、そうですね、うん、そんなもんでしょうね。日曜劇場の流星ワゴンというドラマなんですけども、うん、第1話、まあ、これが舞台が広島県の福山が、うん、まあ、まあ舞台の一部になってますんでね、ですから、あ、それで広島の俳優さんたちも何人か、あ、出させていただいてるんですけども、はい、うん、その第1話に私も出させていただきまして、くしくもね、香川さんの前で土下座をするというね。そうですね。なんでやねんという感じがしますけど、まあ、個人的には僕ね、腰が痛かったんで座る役はいいなと。なるほど。立ってる役よりは座ってる役の方が楽だなという感じがします。連れ出されてそのままずっとこう座ってましたよね。ただもともと台本上に最初ね、僕が見せた時の台本上にはないシーンを新たに作っていただいたんですよ、はい、あれは回想シーンで、はい、あれは遊園地で観覧車に乗ってる時に思い出してるシーンだったんですけども、最初の台本にはそこで思い出すシーンで、あのシーンは入ってなかったんですね。だけどそれを後から付け加えていただいて、まあここでね、土下座してる役なんですけどって話になったんです。で、回想シーンなんで基本的に声は全部は拾わないですよ、はいはいはい、ただまあマイクはつけてましたけど、はい、拾わないですよということなんで、まあ自由に喋っても別に必要はないような状況だったんですね、うん、はい、で、まあ、ドライといって実際にドラマが始まる前の一連の流れを全部流してやってみましょうという、まあ、リハーサルのさらに前の段階でドライというのがあって、うん、でリハーサル、まあ、カメリハで本番と進んでいく、まあ、テスト本番進んでいくんですけどね、最初の時点で、もう香川さんが、はい、もうアドリブ満載で。なるほど。マイク入ってないこといいことに、もうアドリブ満載でそう来たのかと。なるほど。なるほどと思いながらですね、で僕がもともとね、その東京の悪役専門の事務所にいたっていうことを知ってるもんですから、はい、あ、来月にお前金は払えないんだったらその事務所に売り飛ばすぞみたいなことを言い始めたもんですからね。おお、そう来たかと思いながら。
ただ周りにいるエキストラは全然知らないわけですよ、僕がそういう経歴で来てるってことを、はい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 、だからあのはいカット、はい、OK、はいストップとなった時点で僕は一回一回説明しなきゃいけないですよね、周りの人に。今のはこう、はい、今香川さんが言ったのはこういう理由があってこういう意味だったんですよと。なるほど、ね、でまたじゃあはい用意スタートと始まったら、カキみたいな顔がしやがってこの野郎と言い始めてでカットとなった瞬間に、僕の名前はカキという名前だから今カキみたいな顔っていうアドリブでしたって一個一個僕が説明しなきゃいけないっていう、ね、なるほどそんなことがありましたね。あれ福山なんでエキストラで言っといたら周りに説明した方が良かったんですかね。ああそうね、言ってくれたらねでもあれもね早かったんですよ朝、7時半にだから友の浦集合だったんですね、うん、はい、ですが、まあ、7時ぐらいには着くつもりでその日の朝出ましたんで、結構眠かったですでもまかないが美味しかったとかいう話が、あ、美味しかったですね、なんか気合い知り合いが作ってたんですけど、はい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 、はい、本来僕は多分朝食は出なかったんでしょうけど、はい、ちょっと待ち時間があったもんですから食べちゃいましたそういわゆるロケ弁というやつなんですか、相当気合いで作れて作ってたみたいですね、うんうん、めったにないから言って広島の、ね、俳優さんもあちこちにチラチラっと出てるんですよ ね、はい、山田明菜ちゃん出てましたよね、はい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 、もうちょっと、ね、絡まなかったんですか、全く現場でも全くもう現場で会うこともなかったですね、はいはいはい、まあロケ場所全然違ってますよね、で明菜ちゃんは、西島秀俊が、うん、帰るためのバスのチケットを買う深夜、ね、深夜バスのチケットショップの女性、そうそうそう、うん、なんで左から回っていかんかったんかなって僕は思ったんですけど、まあね、そういうアドリブして怒られるんですよね、うん、まあなんかいろいろあるんでしょう ねさっとはけたからもったいないなと思って、僕なんか完全にもう遠くから映してるの分かってましたから、はいはい、もう現場でいてカメラがもうアップで来てないの分かってるんで、あ、遠くで映ってんだろうなと、であえて近くと思ったら後ろでしたから、ね、あ、そうですねここからかいと思いながらでも全くあの出るよっていうのを伝えてない人でも、はい、あの僕の友達とか見てて、もしかして出てたって気づいた人がいましたからね。なるほど、あの2秒か3秒ぐらいの時間でも、ね、まあでも結構カキさんは気づきやすいかもしれない あれは結構映ってたもん、うん、明菜、うん、ちゃんは僕声で分かった。ああ、うん、そうね、うん、声聞いてあこれだなって思ったけど、うん、でも、うん、本人確認したらあそこだって言ってたんで、うんうん、あれ撮るのもだいぶやっぱり待ちだったんですかね。たったあれだけのシーンでも、どうでしょうねあれはどこ、あれも福山で撮ってるのかな、どうなんだろうな、うん、多分福山でしょうね、まあ、まあそうでしょうね、うん、それだけのために広島に来ることもないでしょうだし、それだけのために広島のエキストラを使うこともないでしょうからね、うん、福山でエキストラ募集が 2,3 回くらいかかってましたね。ありましたね、うん、運動会のシーンなんかもう ね、すごい集めてましたもんね。すごいなと思って。何百人必要ですみたいな感じで、だから柿さん知ってるけど行ったらこれいろんな意味でまずいなと思って控えましたけど。いや まずくはないでしょ別に。突っ込み出そうで怖い。ピーピーって言って。どうせ音入ってないし。はい。テレビドラマって今どの程度登録で流すんですか、音はほぼその場で撮っちゃうんですか。その場で撮っちゃいますね、大体が撮っちゃうんですね、大体が撮っちゃいますね。じゃあもう後からアフレコで音入れとかはもうほぼしない、ね、オンリーで入れることはあまりないですね、うんうん、広島がでも舞台になってるそのドラマというか、なんか最近増えてますね、まあ、増えてますね、なんか他にもありますよね、はあはあ、カレーライスのもありましたよね、はあ、で、あ、そっか、今夜中のドラマもなんか一本あるよね、あります、うん、はいはいはい、はい、ビッタね、はい、あ、ビッタねか、なんかそんな、うん、はい、それの映画版が今度
うん、今実際テレビのやつは全部広島じゃなくて東京で撮影なんですよ。はいはい、この映画版は広島で撮影なんで、うん、なるほどね、多分じゃあそれもまた3月ぐらいからまたオファーがあるんじゃないですか。まあいろいろ絡んでます。いろいろ絡んでます。言えないけど言えそうなっていうなんか話をした時あったんですけど、はいはい、まあこれの話だったんですけど。なるほどね。はい、もうあと1週間2週間はちょっと言えないかもしれない。言えない。なるほど。はい、てか広島ドラマするとき全部出てますね。僕ですか？いやそんなことないですよ。ね、なんかね。そんなことはないですよ。元町アパートとかラジオの声とかね、名だたるところは全部出てますよね。ああでもあのほそのそっちのほとんどが僕自分から出たいって言って出てないですからね。なんかのつながりで出ることになっちゃったっていうパターンが多いですよ。どっちかというと、はあ、すごい実力がある人って売らないで自分から売り出さないですそうそうだって自分から出るって言ったらじゃあお前やらなくていいだろうって言われる、うん、名前売りたいんだろうって出たいんだろうってじゃあギャラいいよなって今回はいいよなってそうそうでも向こうから声かかったら多少でもあるじゃないすいませんこのぐらいしか出ないんですけどお願いしていいですかってやっぱその差は違うよね、うん、いやそのために待ってるわけではないけどね格差そう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 別にそうでもないけどそうでもっと売れてきたら自分から売り込んでってギャラはちゃんと取るピピえ あなたこの役にギャラいくらあるのいや200万ぐらいいやじゃあ私これやってあげるから200でいいわよってそこまでいったらすごいよねでもあの前もちょっと話したかもしれませんけどね NHK の番組が海外でもう当然流れるわけですよ、はい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 、だ海外レートでそのギャラのいいですかって来るんですけどね全くわからないってね台湾のレートとか言われてもね、でダメと言ったところでどうなるのもあるし面白いですね確かに面白いですよねさて半分ぐらいそうかちょっとじゃあ早めに一回サザエさんやっちゃいましょうか、はい、最近終わる頃の時間が慌ててやってるんで今日はじゃあねまず簡単なとこからいきましょうかはいもう始めていいですねサザエさんコーナーはいカツオとノリスケの関係はカツオとノリスケの関係はどういう関係でしょうか、まあ、そんな難しく考えなくていいですよノリスケさんってここでまず分からない先進めんじゃんカツオとノリスケさんですよノリスケさんというのは波平さんの妹だっけお姉さんだっけの子供なんですノリスケさんというのはだから波平さんから見れば甥に当たるんですねそうですそうです、はい、カツオとノリスケは実はいとこなんですそうかいとこか、はい、ノリスケおじさんはノリスケおじさんって言い方してるからねおじさんっぽく感じるけど実はいとこなんです、うん、ではこれを踏まえてこれを踏まえて、タラちゃんとイクラちゃんの関係は今のを踏まえてねここがいとこなんだから、うん、ここがいとこなんだからそうそうはとこですねタラちゃんとイクラちゃんの関係はハトコでございますではだんだん難しくなってきますナミヘイとイクラちゃんの関係はな
カネとイクラちゃんの関係をなんか家系図をこう書かないとなんでイクラちゃんイクラちゃん、まあ波平のお姉さんか妹かの子供の子供ですかね、うん、はい、だから自分の兄弟の孫だと思います。自分から考えれば自分のなんてなんて言うんでしたっけ呼び方がまず分かんないですよね、うん、呼び方分かんないですよね、はい、じゃあここはさらっといきましょう。呼び方はですね、鉄孫と言います。自分の弟妹あるいはお兄さんの兄弟の孫、はい、なるほど、まあ、鉄孫と言います。まあもう遠い親戚ですよね。そうですそうです、はいはい、まだ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 ピンときません僕も自分に鉄孫ができた時にピンとくると思います。確かにでは本題です。ここまではもうささっといきます。ここからが問題です。さあ、太子とマスオとタラちゃんの関係は太子というのはさっきのノリスケさんの奥さんですね。太子とマスオとタラちゃんの関係は、ひどい、わからん、こんなもん。いや、家系図調べましたけど、問題ひどい、わからない。いっぱい出るよね。いっぱい出るんです、実は。はい、知らない言い方がいっぱいあるんです。あこれはね、まあいいや、太子とマスオとタラちゃんの関係ですかね。太子はさっき言ったノリスケさんの奥さんです。マスオはサザエさんの旦那です。タラちゃんは太子さんの子供です。あんまり変なこと考えないでくださいよ。複雑な関係とか。変なこと考えない。もしかしたら本当の親父とか。複雑な関係って何ですか。いや、それは多分サザエさんのあのタイムでは言えないという。あ、まさに P ですね。なるほど。まあ今までのが振りですからね。こっから僕の答えですから、ね、言ってみれば、うん、今までと同じような答えじゃないってことは分かりますよね、はい、今までは関係性、はい、ね、いとことかはとことか、まあ、いわゆるそのつながりの関係を言ってきましたけど、はい、答え言いましょうか、はい、答え視聴者さんからもメッセージは入らないので、はい、じゃあ太子とマスオとタラちゃんの関係は、答えはですね、何々したらいいなとか、何々したいなとか、何々しますっていう時に、何々したらいいなよりも何々したいなのが大きいんです。あ、で、何々しますのが何々したいよりも大きいんです。なるほど、こういう関係。そういう関係だ。分かるわけないって、この分かるわけないって。でもなんとか、なんとか分かるでしょ、このタラ対しますね、はいはいはい、そういう関係だったんですね、はい、漠然とした思いと、そうですそうですそうです、何そうしたらいい なっていう願望に変わり、はい、そうです、何々しますっと決意に変わるんですね。そうですそうです、なるほど、そういうことなんです。そういうことなんですね。いとことかはとかじゃ何だったんだ、何だったんだ。でもあんまりブーブーブーイングが出なくてよかった。もっとブーイング出るかと思った。なんじゃそれやと思って言われるかと思ったけど。こんなことを毎日考えてんですよ。なんだかんだ言いながらね。で、考えてる時が楽しいし、お、これはと思いついた時はもう楽しくて楽しくて早く人に言いたくなるんですね、こういうもんってね。そうですね、うん、確かに待ち遠しくなりますよね。そうなんです。だから僕本とかいろんなもの読んでて、あ、今日持ってくればよかったですね、行動、行動分析学だとかですね、うん、
最近面白い学問を見つけたのが渋滞学っていうのがあるんですね。あれ本当に学問であるんです。、まあ、こんな分厚い本が出てますからね。でその渋滞学を書いてる人がまたもう一個面白いのを持ってて、誤解学っていうのがあるんですね。もうそのタイトルだけで中身見たくなっちゃうような。渋滞学は結構ね真面目にそのまずまあ車の渋滞の話に入って人の渋滞だとかその混み合った時 の, その事故とかあったりするじゃないですか、とかあるいは今度その後はアリの渋滞の話になったりとか、インターネットの渋滞の話になったりとか、はいはいはい、いろいろね奥深いんですよ。なるほど ね, だからね、なかなか面白い学問というかいっぱいあるんだなと、でそれはやっぱり何か面白いことあればそれを人にこう話したいなと思いながら僕は読んでるもんですから、はい、そういうネタを見つけた時にはもう早く人で話したて。なるほど、こんなこと書いてあったっていうのがね。カレンちゃんが見てくれてますね。どうもどうもありがとうございます。クミさんこんばんはって、今日クミさんいないんですよ。どこ見て言っとる、どこ見て。クミさん、俺クミさんに見える。嘘いいですよ。そうそう、業務連絡カレンちゃん昨日のアーカイブで見たからね。以上。あそこの番組はすごいですよ、水曜日9時、親子でやってる漫才、あ違った。いつも視聴者数が50とか60とか、普通に言ってますよ、先週なんか多分ユーストのツイート、書き込み数ランキングとかで6位とか入ってました。ありましたね、そんなランキングね、はい、ありましたね、まあ、過去形じゃないのか。そういうの気にしてた時期も自分もあったなというのをふと思い出して、すごいですよ。そうそう、まあ、去年はね、ユースト大賞の新人賞を取って、今年は一応ノミネートナンバー1番で、でももう終わりましたからね、投票は。あ、もう終わったんですか。発表が今週末ぐらいにあるんじゃないですか。今週末、来週末かな。そうそう、でももう今はね、やっぱりその個人で放送してるのは厳しいですよね。いくらね、60人多い時100人見てくれてても組織票がないですからね。今組織票を持ってる番組がめちゃめちゃ多いですからね。第1回目の時に僕はさっきの話じゃないですけど、はい、3つ、まあワイワイマージャンもあれば4つですからね。ああそうですね、ノミネートしたけどことごとくね相手にもされなかったという。そうね、とりあえず登録者数が100人を超えないと、そのエントリーまずできないとかね。一応アクティブリンクも100人は超えてるんですけどね。そうなんですか、はい、あ、そうなんですか。とか言って僕は言うのもあれですけどね。131、確かに視聴者数よりもツイート数を気にした時ありましたね、一時期ね。だから僕ジャンケン始めたんですよ。はいはい、なるほどね、はい、必ずみんなグーとかチョキとかパーとか必ずリアクションを取りたくなるように、はい、それはもう書き込みしかないですもんね。そうなんです、はい、まあ逆にあれですよ、時々未来の番組は本当にこまめにある程度たまっても、じゃあちょっと何分前から読みますねみたいな感じで全部ツイート読んであげて、でそれに対してコメント返してるから、だからやっぱりもうそういうやり取りができることに対して、そのユーストリームの良さでしょうねをね、やっぱり見出してる人たちが見てるんだろうなと思って、ね、普通の一方的に配信してる番組との違いですよね。そう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 、最初の頃だって僕は見てる側の立場からすると、なんで読んでくれんのよと、まあ確かにね、読まれるまで書いてやれみたいな感じありましたからね。なるほど、それはそうですよね。普通のラジオ番組とかテレビ番組だったら、まあ読まれなくてもしょうがないな、だけど目の前出とるじゃろうみたいな。そう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 。ね、確かにそれはありますよね。まあ、そういった意味では 5,6 人しか見てない方が読まれる確率は高いんですけどね。そうですね、こういう時に書くと大体こう目通してますよね。だん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 流れるんだよね。流されないよね、これぐらいだと。むしろ待ってます。
最近書き込み王さんがねこの時間見れないとかね、いろいろあるからツイート減ってますよね。今度やっぱりツイート増やす方法なんか考えないといけないですよね。終わった後にそういえばそうですよね、必ずツイートに返してましたもんね。っていうかあれですよね、書き立つの世界も本当に一人でやってて、モテてたのはやっぱり書き込みとこう、まあそうですよね、キャッチボールするからっていうのはありますよね、ただこれ僕が個人的に思ってるのが、あれは 何年ぐらいやってたのかな、最初はツイッターのみだったんですよね、ユーストリームとの、そのツイートできるのが、はいはい、それがフェイスブックだなんだかんだいろいろ増えてきてたじゃないですか、あの頃からね、ちょっとツイートがこうばらけちゃって、はいはい、書いたけど出てこないとか、なるほどね、確かにありますよね、出てきたんでね、書く方も書いたけど拾ってもらえない、見たらそっちがそれは拾ってなかったとか、そう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 、でありましたよね、そういうのが一時期ありましたからね、そうか、書き立つの世界またやりたくなったね本当にやる時間あるんかな、1年前そんなこと言ってましたよねとか言ったら、もうその時もピーって待ってピーピーとか言ってあのね、こうやって人がやっていただけるっていうことに味を占めるとね、なかなか一人でやろうとは思わないなるほど正直な話正直な話なかなかね、それはそれで面白かったんですけどね、一人でやってる、一、人でやってる面白かったんですけど、でも誰が出るかって重要ですよね、男が出るか女が出るかで視聴者数って変わりますよね。ああ、なるほどね、変わりますよね、今日なんか何の告知もしてないしね、男だけですね、ましてやね、おっさん二人でねまあジジイ砲弾みたいになってますからね、ジジイ砲弾だそうそう、ここにねこうポッとちょっとこう花があればね、またなんかねこう、お、その話していいのっていう話が僕が今持ってればね、またあれなんですけどね、今ずっと思い出してるもんな、今話するものないなと思ってね、それを事前告知しとったら一気に視聴者数上がったかもしれない、ね、ああなるほど ねそのもう朝ぐらいから、ね、芸能界の裏を暴くぞとか、そうそうそう、悪役紹介聞いたみたいな裏を暴きまくる、絶対他では聞けない話をするとか、本当にピーじゃん、ピー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 鳴らしっぱなし、もうピーで1時間ずっと鳴りっぱなし途切れず途切れずでも確かにね、放送されてなかったら言える話ってあるのはあるんですよ、やっぱり。まあまあそうですよね、やっぱあるんですよ、そういうのいっぱいね、あのここだけの話って本当にあるんですけどね、これだけ全世界に流れるとね、誰にも分からない言葉で僕は喋るしかない、あのまあサッカーだだ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 みたいな感じで、誰も理解できないことであれば言えるけど確かに変にスペイン語だったらね、バレちゃったりとか、英語で言ったらバレちゃったりとかしちゃいけないんで、もちろん日本語で言ってもね、っていうことになっていかんから、でもそういうことはいっぱいあります、これは別に芸能界に限らずですよねどこの業界でもあると思いますよそれはそうですよね言えないことって、言えないことねことちょっと話しましょう、はい、何か告知、はい、ラジオの恋もうこれ何年、もう2年、2年3年ぐらいありますか、2年ですかね、今全国で、来週から東京で神奈川、福岡、宮崎、大分と全国でロードショーが始まって、また広島に戻ってきます、バルトイレブン2月28日から3週間ぐらいあるのかな、なるほど、またやりますんでね、ぜひお越しいただければと思います。時川監督、この後にねまた映画作ってるのに今こっちで忙しいんでしょうね、去年実はもう撮影してるものがあるんですけども、今年公開予定って言ったっきり今こっちにかかりっきりなんですよ、ね、そうなんですね、はい、はいはいはい、これが一段落したら次が出てくるんじゃないかと思うんですけどもね、はい、
ただこれね、もともと裏を見てもらえば分かるんですけど、僕のこの出てるところっていうのは最初なかったんです、はい、この、はい、この絵は、今回新たに追加されて、あ、そうなんですねえと思って、あれ、これ追加されてるわ、なるほど、そうか、チラシ変わったんだ、はい、ちょっと変わってましたね、はい、なるほど、ね、これはあの言ってもいい話です言ってもいい話って言ってもいい話これはもともとはローカルというか全国ローカルの予定はなかったんですよね、広島以外では今回初めてですからね、これの裏話ってあんのかな、この時の裏話ね、あの僕はもう実際ね見た方もいらっしゃるんで言いますけど、ガードマンの役をやってるんですけどね、あの実際のガードマンの会社の制服を着てるんですよ、どこの、 あのちょっと会社か忘れましたけども、ガードマンの制服を本当に着てるんですよ、はいはいはい、で2人ガードマン出てくるんですけども、うん、1人はね実は僕じゃないもう一人の相方といいますか、はいはいはい、もう一人の方は実はちゃんと着てます、ちゃんと着てますというかその制服通り着てるんです、はい、で僕は実はその制服通りの着方をしてないんですね、してないんです、はい、というのは、うん、白いワイシャツにネクタイをして着なきゃいけないんですけど、はいはいはい、その話を僕は聞いてないんで衣装から、うん、白いワイシャツをまず僕は自分でまず持ってってなかった、はい、なので無理やり着てるんですなるほどそうか、その辺はまたご覧いただければ、そういうまたちょっと新たな、よく見ると変じゃないっていうみたいな感じで、あのボタンをここまでこう止めちゃってますからね、なるほど、中見えないように、はいはいはい、そんなとこかな、うん、あとそう、最後に横山さんを起こしてですね、いうシーンがあるんですけどね、はい、あそこも起こした後にこうまあね地べたに寝てたとこを起こすわけですから、こう背中だとかお尻とかこう、まあ、ついてる土を落とすような仕草をしたんですよ、はい、だから監督から、うん、そんなやらなくていいと逆に目立っちゃったんですよね、僕がそんなことやることになって、なるほど、ね、そこまでしなくていいと言われて、うん、それはリアルなのにね、はい、リアルですよ ね、 そのねリアルだけどそれはいらなかったんです、ね、大丈夫とかってねやってあげるのはと思ったんですけど、はい、じゃ目障りだったみたいです、なるほどそこはでもあれでしょうね、はい、まあ監督の思いだからあれだろうけど、はいはい、でも普通だったらするだろうっていうことをしたわけですよね、うん、そうです、まあその方が、まあ、やってダメの方がいいですからね、やらないでダメよりもやって、はいはい、それやらなくていいよって言われた方が、まあ、やった方としてればね、うん、なるほど、あのあやっときゃよかったなって後から思うよりはですね、うん、あのまあ、ちょっとすっきりはしますけどね、あやらなくていいんだとバッと言われた方がですねやったもん勝ちってのありますからね、まあね、はい、そうですよね、はいはい、そうそう、なかなかそのテスト OK 出ればね、そうなんです、そうなんです、はい、そうなんですよ、うん、やったもん勝ちってのあるんで、何時？お、あと15分、うん、いつもだったらあっという間に1時間とか言ってんのにね、すいませんね、僕はあの何も投げかけないので投げかけない、久美さんのように突っ込まないのでじゃあドラえもんのポケットみたいなものがあるかどうかちょっと物色してみますよ、まあ、何か出てきますよあ、それ見しちゃダメですよ。それは、これはやばいか、はい。それはやばいです。これはやばいな。これもやばいな。これもやばい。これ、あ、やばい。味を見てどうする。これはあるんだよな。だいぶ年季入ってきましたね。こんなもん出てきました。ありましたね。こんな懐かしい。僕もなんかまだカバンのどれかのカバンの中にこれが入ってるような気がしますね。懐かしいもの出てきた。これは何だ？これは何だ？
な見せていいのかな。やめとこうか。やめとこうか。某番組の撮影スケジュール。あ、なるほど。これ見せたらあれだった。なんか出てこんかね。あ、なんか面白いの出ますよ。流星ワゴン福山市友の浦ロケしおりの これいいんじゃないですか。ただ1時間超えたりしてね。そう、こんなものが。これは出演者エキストラも含め配られた。いや、どうでしょうね。ある程度の役がある人に、まあ、スタッフ用、まあ、出演者もそうでしょうけど、うん、まあ、友の浦とはという説明から入ってますからね、はいはい、福山ロケの注意事項とか ね、うん、予定宿泊ホテルとか、これまずいね。誰がどこ泊まってるかバレちゃうもんね。しかもどのホテル泊まってるか、ホテル名も言っちゃまずいよね。ホテル3つの方ですね。そっか。その3つか4つしかない中で呼ばれなかったらやばいじゃんだって。まあ こんな感じでね、うん、はい、なるほど。見えてない、そっち見えてない。でももうすごいですよ。こっから来ますからね。中国地方の地図から来ますから。あ、なるほどね。福山はどこら辺にあるかからですよね。そうです。広島県の人から見ればね、大体分かりますけどね、うん、やっぱり東京から来るスタッフからしてみれば、そうどこやみたいな、福山ってどこやどこやっていうところなんで、こんなね地図とかね、あとは福山と岡山分からん人とかおるでしょうからね。もしかしたら福山と福岡と福島がぐちゃぐちゃになってる人もいるかもしれない。確かに確かに、はい。実際ロケする場所はどの辺ですよとか。あ、なるほど、はいはいはい、これはね別にこの番組に限らずドラマとかバラエティとか必ずこうやって来るんですね。このシーンはここで撮ってますっていうのがね、大体流れるんですよ。前日とか前日にですね、うん、それを流してもらえれば見に行けるんですよね。まあそうですよね。そうですよね、12月16日の話ですけどね。12月16日大丈夫です。あれ多分流星ワゴン車に乗せてもらえればいけますよねとか言って。なるほど、過去に戻れるんだ。ここに戻りたいんだ。でもわざわざ戻ってロケ見に行くかっていう。僕は土下座したくなかったんだ。あそこは本当は倍返しで上から目線で行きたいから、あそこに戻してくれと。そうそう、金持って出たいんじゃん。 そこは。しかもちゃんと声も出したいしと。お前に借りた300万はここで返してやるわ。なるほど、そうすれば変わるかもしれない。そうか、そうか、乗せてくれ。アドリブでまた返されそう。うん、あと地図ばっかりだね。地図ばっかりだね。でもそれ作る人すごいですね。そうですね、このね一個一個全部調べてきてやってるわけですから。すごいですよね。はい。でもなんか誰だったっけな、誰かつぶやいてましたね。弥勒の里が出てるんですよ。はいはい、でその昔を思い出したのをその年代的に、その昔のその子供だった頃の福山の年代に。うん、あそこに、観覧車はまだなかったはずだとかね。あ、そこを突っ込んでんだと思いながら。なるほど。まあでもまあ地元の人だったら気づくんだろうなと。まあね、そうですね。リアルなその時系列で言ったら違うだろうってね。まだなかったはずだった。あ、なるほどねと思いながら。そこまで言われると何もできなくなる。何もできなくなる。できなくなる。まあ、江戸時代にね電子柱あったらおかしいってわかるけどね。そうですよね、うん、時代劇でね、時代劇でバンドエイドつけて出てたりとか ね。最近でも減りましたね。昔そういうのは結構ありましたけどね、はいはい、そういうなんかつながりがおかしいとかね、いうのあったけど最近減りましたよね。やっぱね、
そうか、僕が最近気づいた中のドラマで一番甘いなこいつ作りがと思ったのは赤子酒、うん、ああ、なんかありましたその、うん、あのシーンが変わって進んでるはずなのに、はいはい、ついである酒の量が戻ってたのかな。ありますね、ありますね、はい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 、微妙に、うん、食べ物の飲み物はあるでしょうね。でも原作広島ですよね、あの原作者はね広島出身で、で多分最後の頃に広島も、出てくるんですよね。広島のお店も舞台になるんですよ。どこの店が舞台になったかは僕は知ってるんですけどこれも言っていいのかどうかちょっとわからないので。あ、 P なんだ、 P でもどういう基準で店選んどるんかなとかね。うん、僕なんかもあったのはその拳銃の向きが違ってるってありましたね。自分が演じてるんですけどね、うんうん、自分が演じて西田敏行さんに対して銃を当ててるシーンが、はいはい、こっちのカメラからこうなってるのが、うん、ちょっとカットが変わったら横向きになってて、はいはい、そっち使っちゃったんだと思う。なるほど本人しか分からんかもしれんけど、違うじゃろこれと思いながらいやあれね、やっぱり編集マンというかね、うん、のセンスというか、そうですね、ね、うん、こうどこまでちゃんと見てるかっていう、うん、ところですよね。うまい人はうまい、うまい作りはうまいですよね。本当にこうつながってるに見せる、うん、うまいですよね。僕ら現場にいた人間からしてみれば、全然違うシーンをつながっとるじゃんみたいなのがありますからね。うまいなっていうのは、あそこにそれ挟んだんだみたいなね。そうなんですよ。そういうのありますよね。そうそう、まあ若子酒もねネタが面白いので、うん、結構見てますけどね、はいはい、うん、でも松重豊か、あの、はい、あのなんだっけ、あの場孤独のグルメの方が作りはうまいね。面白いですね、はい、僕松重さんはね、あの面識があるんですか、共演があるんですか。共演もあってですね、うん、で V シネで一緒になって、はい、で八王子の山奥の方の昔の病院の廃墟みたいなところで撮影して、ね、で初日だけ僕車で行ってなかったんですよ、はい、あの車で来てもいいですよと言われたのに、うん、遠藤健一さんで分かります、はい、分かります。遠藤健一さんと、はい、その日は八王子の駅の改札口で待ち合わせっていうんで、はい、もう遠藤さんに会いたいがために僕はわざわざ電車で行ったんですよ、うん、なるほど初日をだから帰りまた駅まで帰んなきゃいけないじゃないですか、うんうん、あどうしようかなと思ったら松重さんが、うん、乗っていくって言われて、うん、僕助手席乗せてもらって、はいはい、調布の駅まで、ありがとうございましたあの時本当に、はい、なるほど、でかいっすよ、ね、せやでかいっすよ本当に、であの時も、まあ、まあいわゆる人気者なんですけど、組織の、ナンバーワンがいて松重さんがナンバーツーなんです、はい、僕はナンバーツーなんです、うんうん、だから常にまあくっついてるんですけど、タバコも吸わない、酒も吸わないという設定でいきたいと、でいつもお茶を飲んでるっていう設定にしたいんだと松重さんが言うから、僕はいつもこうやって吸いと思って近づいつも横にいるという役でなるほどそうか懐かしいななるほどね、いましたね。そうか、松重さんでもいい役者さんですよね、うんうんうん、あの若子酒につられて深夜食堂という、はいはいはい、ね、今映画になってますけど、うんうん、あれにも出てて、うんうん、なかなかいい味出してるなと思ってね、はい、ああいう系のねドラマをなんか広島で撮ると面白いんだろうなと思うんですけどね。若子酒は放送は RCC かな、はいはいはい、一応あれなんでしょう、広島の漫画家さんだし、うんうんうん、広島ロケもあるからじゃないですか、うん、なるほど、うん、でも考えてみるとテレ東っていい番組作ってますよねまあそうです ね、はい、広島に唯一ないそうなんそうキー局の中でない放送局なんですけど、はい、まあ、いろんな局が、ね、はい、そのピックアップで買って流してますけど、はい、あこれおもろいなこの番組と思ったら大抵テレ東ですよね、はい、あとね本当東京だけの MXTV ってのもあるんですけどね、 はい、はい、あれも面白いドラマとかやってるんですよ結構、なるほど、なかなか広島じゃ見れませんけどね
そうなんです。それがね残念ですよね、うん、さあ残り1分になりましたよ。おもうとか言って、えまだ まだある、まだ、あ俺の時計があれなんじゃ、本当じゃまだ55分でした。今日ボケたわけじゃなくて、ま、真面目にマジえ今日ねなんかすごい時間が経たないですよね。そんな面白くないですかね。時間が経たないですよねとか言って、ね、結構喋ったような気するんですけどね。罰ゲームの番組じゃないから。なんなら30分でやめるっても手でしたね。あそうですね今日はね。前代未聞、うん、30分で終わると。アクティブリング始まって以来、そう279時間も短縮版やっとけ。短縮版ああそうかそうか、短縮版、今日は短縮版でお送りしました。それだって早口で喋ればいいですね。その分来月来月1時間半やりますとか言って。僕ですか、今何もしてないんでね。そうそう、ピーを入れなきゃいけないことがいっぱいある。ピーに使った紙を使ってた、忘れてた。ピーに使ってた告知。いつものやつ、3月14、15に、アクティブ連戦もやりますんで告知です。はい、ピーに使ってたんでね。そうですね、うちはまあちょっとあのいろいろやってるんですけど、まだ発表できないものが、うん、まあ、発表したからといって誰も興味ないかもしれないですけどね。懐かしい、確かにこれ。これ懐かしいです、ね。懐かしい、うん。一世風靡した商品ですよ。そう。もうね。かきたつクール。予約売り切れ続出っていうね。ね、それ予約で売り切れて再販しましたよね。確かにあのリピーターがいたんですよ、いっぱいね。毎年あったかくなる季節になると今年は販売しないんですかっていうリピーターの方がいらしてですね、で2年だから最初の年と2年目も作ったんですよね、うん、物はいいんですよね、確かに確かに、うん、はい、物はいいんですけどね、物いいんですよそれね、なかなかこうすっきりするんですよ、はい、物はいいんですよ、はい、で誰なん知らない人は何かが分かってないという。そのまま終わりましょうかねこの番組ね。そうか、何か分かるんです。そうそう、僕知ってるからね。そうか、分かった程度僕も話したけど、分かんない人は分かんないね、分かんない、なんだかきたつクールって。きたつクール、まあ確かにかきたつはクールだけどみたいな。クールジャパンみたいなのやつかみたいな。リピーターがどうのこうって意味が分からん。予約で売り切れたとか何のことですか、それはスイカか。スイカね。あれも渋滞学ですかね。渋滞学ですね、はい、あの販売形態は。あれは間違いですね。あれもでも仕切り直してすごいことになってますよね、うんうんうん、もう最終予約まで受け付けて最後の頃の人はもう納品が来年の3月以降になるとかってもう言ってましたよ。そうそうそう、 JR 東日本が、うん、まあね、これもね納品が来年の3月、うんね、とかになったらね。もう終わっとるじゃん、シーズンみたいな。うん、僕も管理できないですから、そこまでなってくると思う。そうそう、そういえば今年はあれですよ、はい、マツダスタジアムのカープ戦のチケットが、はい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 、もうね、プラチナ化してて、いい組みたいで、ね、はい、しかも第3戦が ね、やっぱり人気あるみたいで、そうそう、開幕戦より3戦の方が、うん、で今日も何かに書いてあって、うん、
どうなんじゃろうと ね普通開幕戦じゃろうと思うけど、どんでん返しで2戦目とかで黒田投げてほしいですね。ね、本当よ。1戦目が、まあ、もっとどんでん返しは前剣の中継ぎに黒田とか、ね、まず1戦目雨で流れて、そうか、開幕投手は雨だとスライドしないんですかね。どうだろうな、しづらいですよね、ちょっとね、前剣の時雨多いですからね、はいはいはい、僕が言うのもなんですけど、ね、今年は例のやつは出陣しないんですか。分かんないです、分かんないです、分かんないです、はい、分かんないですね、はい、うちわだけしか分かんない例のやつは、例のやつは悪代官の話はしてるわけじゃないから、例のやつは今年はどうなんだ、いや今年は出陣しませんないろいろ事情があってな悪代官の会話じゃないんだよ。時間過ぎましたね。やっと早いですね。今からだったらすぐ早かったのに。もうあっという間の1時間でした。結構今乗ってきたのに。そんなことでございまして、はい、第279回生アットマーク広島アクティブリング無事終わりました、はい、どうも皆さんありがとうございました。来週は東条東条からですね、はい、はい、ですお届けいたします、はい。